どうも、望月杏奈担当プロデューサー、わさもんです。よろしくお願いします。今年のチャンネル登録者数、年内目標5000人無事達成することができました。ありがとうございます。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、アイドルマスターミリオンライブ第11話、扉の向こう、つながる思いです。すごいいいから見て。やばいから、このね、やばいんだよ。マジでやばいから。やばいよ。見てほしいね。で、11話から、最終回が12話なんだけど、この流れでね、やっぱ、見てほしいね。今、ニコニコ動画なり、まあ他の配信サイトなりでね、見れると思うんで、ぜひとも見ていただきたい。やばそう。やばいね。やばいよ。楽しみなんで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。まあ、ここでやることが、なんだろうな。アクト3でやったことだったり、アクト4でやる可能性とかもあるんじゃないかなと思ってくる。楽しみだ。はい。それではニコニコ動画で再生していきます。3、2、1、スタート。1秒早いかな。ぎゅー。あら。かわいいよな。やった。急にオープニングが始まった。やだー。やばいって、これとあと1話で終わるんだよ。やだー、マージで終わってほしくないんだろ。まあ、次回の展開も知ってるんだ。本当に何回も言うけど、先行上映で見てんだよ。でテレビでも見てるんだよ。それでもだよな、やっぱ。俺これ K アリーナで聞くことできるんだよな。全員揃って。多分全員揃って、ラタタはやると思うんだよな。ってなってきたら、じゃあ他の曲何するんだろうっていうのがあるし、アクト3が、テレビアニメの、その曲をやりますって言って。で、実際にあれもあったし、これもあったし、みたいな。でも、その中でもやってないのがあるから、そしたらアクト4の方に来るんじゃねえかな。本編開始。第11話、扉の向こうつながる。なんだろう。何かな。正月みてえな。
っぱ思っちゃうよな。かわいい。あれ？あの時のやつや。手作りの武道館のやつや。これやばいよな。シアター教えるっていうな。歌歌うのもいいよな。いいな。悪すぎるやろ。これアクト4やるかな。どうだろうか。やるかな。違うかな。やった。美味しそう。ポン。え？ここ可愛いんだよな、この鳴き方。可愛い。ウンババコメントウンババがめちゃくちゃ多い。やマジで揃ってんの見たいんだよな。アクト4で全員揃うからね。揃うよ。
また化けだ。かわいい。ここいいよな。寝てんだよ。寝てんだよな。社長。また負けた。ソロ曲かな？すごいよな、これ。こんなことできるのかって思うよ。実際にできるようになるのかな？また負けた。カレーノーカリーノーライフだ。ゲーミングカレーだ。いいよ、いいよな。早坂いつの間に。いや、やっぱいいよな。勝った。かわいいよ。ステージなんだ。
レイカさんだけ寝てんだよ。本物みてえなの見たの。すげえよ。くっついてる。早っ。もう書いてあるんじゃん。なんか、もう終わるんだな。早いな。強い。エースが揃ってんな。うわ、知ってる女だ。これも2期フラグでしかないんだよな。マジでこれ映画館でうわってなったもん。始まる。始まっちゃう。始まっちゃう。緊張してんな。緊張してんな。すごいよな。桃子が言うんだよ、だって。あの時反対してんだぜ、桃子だって。ああ。始まる。うわあ、いいなあ。いいなあ。
うわ、やべえ、ライブ行きてえ、早く行きてえ、ライブ。ここマジ好き、マジ好き、マジで好き、超好き。いくら寺これね、これマジでアクト3でこれをやったのよ。実際にソロ一発目がこれだったの、ロケットスタートで。バケモン、これをねマジでさやったのが良すぎた。いや、やっぱいいよな。と良すぎる、マジでいい。シーツーバン、かわいい。おのれ黒い。これなんだよな。マジ。わかる。わかる。最終回がね、24だったかな。いや、マジでね、やばいって。これ。もしね、その、何、配信サイトで見てる人がいるんだったら、11話、12話を連続で見てほしいの。俺は先行上映で、映画館で、まあその、どこが区切りになるかが分かんなかったんだけど、ずっと連続で見てるからさ。やばかったんだって、本当に。いやー、しかもさ、その、やっぱ、アクト3ね。福岡で会ってたアクト3、その10周年の、ツアーの3番目の公演があったんだけど、それをそこで、ここのこのミリオンライブっていうアニメのその再現っていうかな、なんていうか、実際にそのアニメで使ってた曲で、まあこうセトリを組むっていうのがあってて、まあよかった。マジやばかったんだから。ロケットスタートをマジでしょっぱりに持ってきたとき、えらいって言ったもん。えらいすごいってなった。マジでめちゃくちゃ良かったんだよ。で、やっぱね、もうこの繋がる思いなんだよな。今までのいろんなことがあって、こけなことをしたの。やばいね。楽しみだ。まあでももうね、次回で最終回だ。投稿自体は、まあ、連続して投稿してるとは思うんだけど、バカほどいいから、やっぱ。
大好きだな。すげえよ。これ日曜の朝にやってんだぜ。すげえな。いやー、よかったわ。素晴らしい。まあで、もっと言うんだったら、まだ第12話の方でもね、こう続くんで。続くから。まあそこも含めて、見てください。最終回どうなるのかな？まあ俺は何回も言うんだけど、先行上映では見てるから。その上でね、もう一回見る。で、最終回も見た。夜勤終わりにすぐ家帰ってきて。泣いちゃったから、最終回は。いやー、よかった。じゃあ最終回もまたお付き合いよろしくお願いします。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらもチェックもぜひ。ということで、アイドルマスターミリオンライブ第11話、扉の向こう、繋がる思いでした。ありがとうございました。ならね。